金言姉さん。子供の自分からはっきりと、これは夢だ、と、そうわかる明晰夢をたびたび見た。夢だと理解しながらも、起きる頃には内容はあんまり覚えていない。そんな意味も形もない夢がほとんどだったが、起きた後もはっきりと覚えている夢が何個かある。それが、 金言姉さんが出てくる夢だ。最初にその人が出てきた夢の中では、自分は真っ暗な深夜、街灯のおぼつかない光と少し離れた赤信号、それしかない横断歩道で信号が青に変わるのを待っている。そんなシーンから始まった。お気に入りのカーキ色のコートを着て、とても冷たい風が吹いていたから、季節は冬。 けれど、子供である自分が、親もいないのに、一人で深夜に出歩くことなど、できるはずもない。それに今は窓を開けても寝苦しいと感じ始める初夏だ。その二つから、これは夢だな、と考え、結論付けた。夢を夢と知りつつ見るのは、起きた後、内容はおぼろげなものの、とても楽しかった、面白かった。 という高揚感が残ることが多かったから、今回の夢も、一人で夜の街を散歩する楽しい夢なんだろうな、起きたら覚えてないけど。とか思いながら、ぼーっと、信号が青に変わるのを待っていた。それは唐突に現れた。ふと自身の空いてる左方向を見たら、離れたところに女の人が立っていた。 髪が長く、うつむいて顔は見えない。黒い女性物の,のコート、やけに目につく赤いヒール。何もない広い道路なのにもかかわらず、歩いてくる姿は、なぜか全く見えなかった。まるで元からここにいたかのように、気づかなかったお前が悪いのだと言わんばかりに唐突に現れた。けれど夢だと理解している自分は、 まあ夢だしこんなこともあるよね。幽霊みたいな人だな。とか、平和ボケが過ぎることを考えていた。多分夢だから覚めるし、ましてや自分の夢が自分に悪意を向けるなんて考えてもいなかったんだろう。悪夢というものもあると知識でしか持ってなかったそんな子供の慢心は、瞬きしたら、ぬっと。 立っている状態から一ミリも体を動かさず瞬間移動をして、どんどんこちらに近づいてくる女を見て、粉々に砕かれた。立った姿のまま近づいてくる。もしかしてこれはヤバやばい奴なのではとようやく気づいた。けれど自分の体は動かない。夢だとわかってはいるが、意志を持って自由に体を動かせた試しは今までなかったからだ。頭は、 早く走って逃げるべきだと警報を鳴らしている。心臓もドクドクドクと早く脈打ち始めたが、夢の中の自身は、律儀に赤信号で止まっている。もう女は目前もできた。腕をとても強く掴まれた。本当に怖くてたまらず、うわーっと叫んだ。恐怖で、初めて自分の意志で、 夢の中で行動できた瞬間だった。女性は笑った。サプライズがうまくいったような、本当に楽しそうな声で、ウフフフフ、と。その声を聞いて、あ、この人は怖いものではないな、と、なぜだかわかった。瞬間的な恐怖も、薄ら寒い何かも確かに感じたのに、 ただただ驚かすためだけにそれを使ったんだな、と、その人の優しい笑い声だけでなんとなく思った。ごめんね、驚いた。掴んでいた腕を離しつつ、女性はそう言った。長い髪で覆われて顔は見えないが、ニコニコと笑っている雰囲気は感じた。しかし自分は恐怖と驚きで何も言えなかった。 心臓はいまだ早金を打っていた。これあげる。明日は早く家に帰りなさい。そう言って、なぜか一万円札を握らせてきた。わけがわからなかった。こちらが何か言う前に、走って夜の闇に消えていった。いつの間にか横断歩道の信号は青に変わっていた。わけがわからなかった。 なんだこれ夢の中の自分が呟いたと思ったらもう朝だった。起きた後も頭の中は困惑のハテナマークがびっしり、体は冷や汗と恐怖によるひどい動機。これだけではただのユニークな悪夢だが、それだけではなかった。あの女性が去り際に一万円札と共に残した 早く家に帰れ、という言葉に素直に自分は従い、学校が終わったらまっすぐに家に帰った。そしたら珍しく家に祖母が遊びに来ていたのだ。祖母に遊んでもらい、しかもお父さんとお母さんには内緒よ、と言われて大層なお小遣いももらってしまった。そこからごく稀に同じ女性が出てくる夢を見るようになった。 共通するのは、後ろから猛烈に追いかけ回す。まるで家族の一員かのように日常に紛れる。など、必ず夢の中で怖い驚かしをしてくること。そして、違う道を使って学校に行け、コンビニに行ってみなよ。みたいな、ありがたい一言をくれること。言葉に従って行動してみると、気になっていたことあえたり、 9時で一頭が当たったりと、自分にとっていいことが必ず起こった。彼女が出てくる夢は、おそらく自分の吉夢なんだろう。けれど、驚かしが苦手な身としては、毎度恐怖で心臓がバクバクになるので、もう少しオブラートに包んだ伝え方をしてほしい、と、夢の中で願うのだ。怖いとも怖くないとも、どっちつかずな、自分の体験談。